月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストはですね、加藤清隆さん、元時事通信解説委員長で現在は政治評論家といいますかね、大活躍、テレビ、ネット、それから雑誌を股にかけてですね、大活躍の加藤さんにこの前も覚えていただきましたけど、2017年のですね、政治がどうなるのかなということを聞くにはですね、加藤さん以外いないなと、こういうことでまたおいでいただきました。ありがとうございます。ちょっと話はそれますけど、加藤さんも元まあ新聞記者ですからね、通信社、産経のね、30年で、平成を終わらせて言語を変えると、これ大スクープと言いますか、もう翌日ね、10日にあれ産経が報じて、翌日朝日も毎日も読売も日経も、みんな一面で後追いしましたよね。その他社のスクープを一面で後追いするっていうケースはめったにないですよね。僕の経験で言っても2、30年に1回の大スクープ。そうでしょうね。実はですね、すごいですよ、あれは。無視したがるんですよ。はい、無視するか、いや、どうしてもやんなきゃいけなくても、ちょっとちっちゃく、一面の片隅でやったりね、しますよね。それはね、やっぱりあれだけ言語が変わるという、これをね、知らん顔はできないという、まあそうですよね。堂々たる、今度の新聞協会賞じゃないですかね。ああ、そうですかね。私なんか、うっかりしてたというか、つまりその、陛下の上位の話は、結構こう、取り上げたりしたりしてましたけど、上位なさったら、言語が変わるんだなというところに思い至らないというか、まあ当然そうなんですけどね。いや、後から言われればそうなんですけど、今まで全然そのことが話題にもなりませんでしたよね。そこにあれでボーンと来て、まあすごいなと。まあ次は何という言語になるかという、まあそうですよね、スクープ合戦でしょうね。まあこれはもう当然今学者の先生方がこういろいろ考えていらっしゃるでしょうけどね。なんか加藤さんも昔大スクープをなさったと。政治部の記者なわりには割と外信系統のに強くて、北朝鮮に、核施設があった。それで、それ加藤さんがスクープしたんですか。もちろん、長崎原爆型のプルトニウム10個分に相当するものというものを世界で初めて詳細に報道したのが、すごいですね、それは。ありまして、それが二十数年前の10月だったんですけど、僕はなぜそれちょっと言いたいかというと、これはアメリカ政府が日本政府に説明に来て、これを知った人間は一桁です。10人はいませんでした、総理から数えて、それを抜いたんですが、ということはどうも外務省なんか回ったんでしょう。朝日新聞のある編集員の方がずっと取材して、どうもそういう話はあるけど確認が一切できないと、知らないんですから。大臣と担当局長以外、事務次官と3人しか行かなかったですから、おそらく確認ができない。で、白旗掲げて、もちろん僕はもう原稿書いて、地方の地方紙は全部一面トップ載ったんですが、地方紙は一切追っかけきれなかったんですよ。追っかけないで、追っかけきれなかった。ニュースソースの確認ができないから。それで、その朝日新聞の方が僕のところに頭下げてきて、原稿をコピーさせてくれと。そうですか。ああ、どうぞ、本気を書いてくれと。それは面白い。そしたら、なんと次の年の一面、元旦の一面トップでした。あ、僕はうちで、あ、俺の記事だと思いましたから。それはすごいですね。朝日が一面トップでやったわけ。はい。でも、それは僕の記事のリライトでした。明らかに。そうなんですが。それはもう輝ける国です。いえ、だけど、そういう証拠はもう残ってませんから、もう誰も知らないことになる。まあ、通信社は自分のあれがないですからね。それで、しかも、ついで言うとですね、うちの会社もひどい話で、一番最初、僕が抜いて、地方紙全部一面トップだったのに、全国紙が追っかけ、切れなかったんです。追っかけなかった。そしたら、賞が出なかったんですよ。俺は追っかけてないじゃないかと。なるほど。バカな話ですよ。本当は、なんか新聞協会賞とかそういうのに値するようなね。当然。そうなんです。僕は冗談半分でピュリッツァー賞を申請しようと言ったんです。ああ、そうです。いや、それくらいの価値があるって意味ですよ。そうですね。それはそうですね。世界的スクープでしたからね。まあ、その話は、そうですね。いや、もうそうですか。それは、本当に、なんていうか、新聞社にいらっしゃればね、あれだったんだけど。ありました。今年のですね、まあ、政治日程ざっとおさらいしますと、まあ、インドネシア、オーストラリア、もう安倍総理出かけられましたけど、それから、まあ、トランプが大統領就任が20日で、で通常国会、
それからまあ安倍さんが当然トランプと会いに行くでしょうね、これは。その、いつか分かりませんけど。就任直後と言ってますから、まあ数日以内という意味ですよね。それからあの陛下の、まあ、あの今出たその上位についての有識者会議が、はい、あの論点を整理して公表するのが1月下旬。それから、補正予算があって、3月に自民党大会、それから民進党の大会もあるわけですね。でこれ総裁任期延長をここで決めるわけですよね。正式決定で、ね、3月、はい、はい、そうです。それから、5月にサミットがあり、衆院選挙区、これ割と重要なんですね、うん、そうですね、はい、区割りの期限というのが、はい、期限がここで5月27日、はい、それから夏にはまあ、あ、これ、都議選ですよね、まあ、7月になると思いますが、あ、そうですかね、公明党が一番こだわっている都議選がそこ で、 そうですね、その前後2ヶ月ぐらいは衆議院選挙やらないでくれと強く申し入れて、まあ公明党がね、一応これ同意してますから、そうですよね、それから7月に G20 がドイツであって、8月にはウラジオストックで東方経済フォーラム、9月国連総会で APEC、 これはベトナムであるんですね、今度 APEC 首脳会議は、それから東アジア首脳会議はフィリピンで秋にあると。で9月は、それ翌年ですね、あ、これ18年の9月に、はいはい、あの総裁任期満了になるから、はい、もう、はい、その前にもしかしたら選挙があるんじゃないかとかいう話もありますよね、はいはい、だいたいざっと言うとこういう流れなんですけど、はいはい、そういうことですね、どっから伺いましょうかね、衆議院解散の話をしますか。そうですね、この前、はい、の時には解散は1月解散ないと、はい、こういうふうにあの加藤さんおっしゃってたけど、はい、あの順番に申し上げると、10月の半ばに総理と2時間半も話す機会があった時に、安倍総理の方から、はい、1月解散、2月選挙はありませんと、うん、その理由はということで、うん、12月15、16の日露首脳会談では進展がないと、うん、従って解散はない、うん、ということを言われて、実際に日露首脳会談はゼロ回答でしたね、うん、まあ、進展がなかったですね、申し上げた通りだったと、うんうん、で重要なことは、うん、だから1月解散できませんよっていうのも、うん、その通り今なりつつあって、うん、まあ、おそらくな、うん、そうなると思います、うん、だけどあれですよね、真珠湾の訪問があったりしてですね、相変わらずその昨日かなんか の世論調査でも、安倍総理の支持率は高いですよね。まあ、もちろんそうなんですよ、安倍総理とか安倍内閣の支持率は 60% ぐらいはあるって、ね、はい、未だという人もそれは未だにいますけども、そうですね、なんかまだ分かんないという人もいますよね。ただね、はい、総理はその同じ私と話した時に、はい、もう一つ重要なことをおっしゃってるんですね、なぜ1月解散がないかというのは、はいはい、一番目に日露首脳会談の進展なし、二つ目に、うん、今自民党の当選1回生2回生が120人もいるんですよ、全体の4割も占めてる、うん、この1回生2回生が全くの風頼みで、うん、自分で選挙運動しようとしない、それで自民党執行部は、実は現役であっても差し替えるために、そんなこともね、調査もしてるぐらいですね、うん、だから総理がこのまま選挙に突入し仮にしたとしても、うん、その時違う風がいきなり吹けば、うん、50人ぐらい落ちるかもしれない、うん、ということもまでおっしゃる、まあ、いずれにしろ選挙があれば現状から必ず減ると、はい、でそれがまあ20になるか30になるか、あるいは今おっしゃった50になったらまあ大変ですけ ど、 大変ですけど、それをぶどまりを抑えるのがまあ大事ですよね、はい、でもっと具体的な数字で言えばですね、うん、やはり自民党公明党プラス維新まで含めて3分の2をどうしても維持したい、そうですよね、なぜならば、うん、まあ、これ出てましたのに3月の、はい、3月5日の自民党 党大会で、参戦、はい、総裁参戦ということは2021年8月末まで任期延びるんですね、うん、そうすると、うん、そうなって安倍さんがそうなったという前提で申し上げれば、彼が何やるかと、当然憲法改正なんです、うんうん、まあそうですね、ということは衆議院、参議院は維持されてますけど、うん、衆議院でも3分の2維持できなければ、うん、その大前提が崩れてくるんですね、うん、そうですね、だから勝つにはもちろん勝つんですが、うん、3分の 2を維持するためには自民党は、その後公明党が動かない、減らないという前提で言えば、うん、13議席以上減らせないんですよ、うん、これはね結構レベルは高い、あ、高いですね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。
求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。